お疲れ様でした。お疲れ様でした。参加してみて今終わってほっとしてます。ほっとしました。はい、始まる前なんかどんなこと期待されてました？なんか期待はそんなになくて、もう皆さんと一緒に作っていく、いけばいいやみたいな安心感しかなかったです。なんかどんなことが生まれたような気がします？何が生まれたのかは分からないですけど、きっとどんな話をしても吸収できる、気づける方々が参加されてたと思うので、なんか何が生まれたかちょっと分からない。なんかまあ、同じような境遇の方々が今日並ばれてましたけど、なんか今自分がここにいてそういう方とお話しするとどんな気持ちになりますか？嬉しかったです。例えばどんなところが、なんかみんなこう同じような経験をしてくるし、本も出版するので、結構一見華やかだけど大変なんですよ。そこを共有できたのもすごく嬉しかったし、谷マッチもすごい優しかったし、一緒に参加した皆さんもすごい優しかったし、とにかく嬉しかったです。じゃあ最後に質問カンファレンスとはって聞かれると何でしょうか？自分の中の宇宙に気づく場。今日はありがとうございました。最高だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。